わが町和歌山。この番組はみんなに教えたくなる和歌山市の魅力を発信します。今回は和歌山市のシンボル、国の史跡に指定されている和歌山城の魅力のほんの一部ですが、一つのテーマから探ってみます。和歌山城といえばですね、山の上にあるその天守閣が非常に象徴的な存在で、お城といえばもう天守閣のことだけって思ってる方も多いとは思うんですけども、豊臣秀吉の築城からですね、後の紀州徳川家の城主の時代まで含めていろんな石垣が作られていくんですけれども、それが今の時代までですねたくさん残されている。そんなたくさんの石垣に囲まれたストーンワールドともいえる和歌山城を一緒に巡っていきましょう。まずこの石垣、切り込み剥ぎと呼ばれる積み方になってまして、和歌山城は代表的な石材がですね、大きく3種類使われているんですけれども、ここは泉砂岩という友ヶ島の方から採石してきた石が使われている部分です。で、ひときわこの大きな石が見えると思うんですけども、これは鏡石というふうに呼ばれておりまして、こういった大きな石を配置することで、自らのその権威を示すようなということで、目につきやすいところにこういった石を置いてます。さらにですね、この進んでいきますと、こちらからは実は石材の種類が変わっております。花崗斑岩と呼ばれるですね、熊野の方から採石してきた石でして、部分的なところだけですね、精密に幾何学模様のような形で積んでですね、綺麗に見せようという、そういった積み方のところになっております。こちらもですね、先ほどと同じく泉砂岩という石材が使われている部分ですけれども、この階段状になっているところは岩木と呼ぶところです。敵がこう攻めてきた時に、すぐにこう駆け上がってそこに駆けつけられるようにということで、この蔵の丸と呼ばれている蔵はこの岩木がずっと巡らされているっていう、城内でもここだけの非常に特徴的な部分になっています。でこの岩木を支えているこちらの石垣はですね、打ち込み剥ぎと呼ばれる石垣になりまして、先ほどの見てきた石垣よりはもう少し古い時代に積まれた石垣かなというふうに考えられるところです。今度はですね、結晶片岩という石材で積まれた石垣になります。でこの山沿いを中心にですね、野面積みと呼ばれる切り出してきて、そのままあまり加工せずに積んでる石垣が見られるところなんですけれども、特に和歌山城の場合は緑泥片岩と呼ばれる石材を使ってまして、紀州の青石として庭石としてもすごい珍重されているような石になります。青石というのをですね、使って石垣を積んでいる城というのは全国でもなかなかないので、非常に和歌山城の特徴の一つとして、貴重な遺構かなと思います。まもなく桜の季節、二の丸庭園をはじめ和歌山城内にはソメイヨシノを中心におよそ600本の桜の木があります。今日通ったルートはですね、和歌山城のその様々な積み方の石垣が見れるですね、非常にお得なルートだったんですけれども、このルートはお花見の時に皆さんもよく散策されているルートになります。今年はですね、和歌山県造園建設業協会さんと協定を結びまして、2月に桜の再生事業として治療のための剪定であるとか、危険な桜の木を除去するという、そういったことをしていただきました。大勢での飲食と控える昨今だからこそですね、お花見だけではなくて400年以上変わらない石垣にもぜひ目を留めていただきたいと思います。こういった石垣散策マップというものをご用意しておりますので、ぜひ和歌山城の石垣をじっくりと観察してみてください。今年は3月26日から和歌山城で桜祭りを開催します。大人数、長時間の宴会やカラオケなどは自粛してください。マスクの着用、対人距離の確保、こまめな手洗い、消毒の徹底をお願いします。感染症対策を十分に行い、静かに桜を楽しみましょう。